ハロー皆さんどうも。今回ですね、モンスターハンターワールドアイスボーン、個人的おすすめな、広域キノコ片手剣装備ご紹介していきたいと思います。んじゃあやっていきましょうか。ここはもう装備からボックスから見ていこうか。真正面からね見てもらうわ。こんな感じですね。これもう中盤の時点ではもう作れるんかな。まあ、作成難度的には楽ですね。楽な方だと思います。まあ、個人的におすすめってだけで、これがいっちゃん優秀な、その広域片手剣装、広域キノコ片手剣装備ではないんで、皆さんそこんとこ分かってくれよ。これはもうほんま学生、社会人、学生の人とか社会人の人とかあんま時間ない人が、まあ、とりあえずめちゃくちゃクエストいかんでも、まあそこそこ楽に作れますよっていう感じの装備ですね。この、まあ、見てもらったらわかるんやけど、このベリオロス、ウルム、パオルム、アシュとかティガレックスを行くだけで作れるんで、なオンラインとかでも人いるじゃないですか、今ね。ワールドからのモンスターやったら、オンラインで検索かけても人がおらんので、だからもうね、地道にもう一人でコツ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 素材集めるしかないんですけど、これはもう、アイスボーン、まあ、今作からのモンスター買ってれば、まあ、自然と、まあ、素材は集まってくるんで、まあ、簡単にこさえることができる。で、素材自体もね、入手、まあ、なんやろな、まあ、簡単に入手できるやつばっかやった気すんねんけど、だから、めっちゃ高い声になってもうたけど、こんな感じです。まあ、片手剣は超気にせんといて、ちょっと弱いですこれ。もう一段階あるんやけどね、これはもう無理。次のなダンクステップ踏むんがね、素材がめんどい、めっちゃ大層で、あこれ広域かレベル3のやつで、ここら装備とかもここはどうでもいいですわ。はい。で、EX ベリオフェルム、ヘルムアルファ。で、EX ウルムメアメイル、ベータ。EX レックスアム、ベータ。EX レックスコイル、ベータ。EX レックスグリーブ、ベータ。見て、これ、ほんま、今ね、オンライン、めっちゃ人いるんで、ここらのモンスター。全然皆さん言ってください。昔からいたモンスターやったらな、ほんまにさっきも言うたけど、一人でコツコツやるしかないんで、時間帯によっては。もう、これやったら、僕の装備やったら、その、昼間でも、ゴールデンタイマーはもちろんね、人いるんで。で、素材自体も簡単とね。だから、この防具自体ほんまに楽ですよ。だから、手始めになんかな、広域キノコ片手剣デビューしてみようかな、思とる人は、これ作ってみたらいいんじゃないですか。まあ、見た目は置いといてね。見た目はもう100点満点中、10点とか20点のレベルですよ。ね。見た目はほんまにダサい。おしゃれそう、おされ装備ではないです。で、ステータスをじゃあ見ていきましょう。こんな感じです。武器のところは置いといてですね。防御力はもう全部最終段、今現在、マックスまで上げた状態で700超えてるんで、まあ大丈夫ですね。700超えてたら十分でしょっていう感じはもうナイスボーンは。はい、で、はい。装備スキル、こんな感じ。ここが重要やな。で、広域か、もう必須と言っていい体力。俺にはね、もう上手い人からは知らんよ。俺下手やからもうこれ必須ですわ、体力ね。で、回避距離アップ。で、満足感。これ後でシリーズスキルで発動しないな。後で見せるか。で、早食い。まあ、腹減、ここら腹減り体勢、これなんでついたんやろ。ようわからん。これ俺がつけたんかな。で、キノコ大好き。で、ミミゼンゴロロロロっていうね、あとはもうどうでもいいようなんが、ちょっとずらっと並んどるんですけど、レベル1で。まあ、とにかく、まあ、キノコ大好きはな、レベル3まではいらんかなっていう感じですかね。今んとこ、こと足りてるんで、レベル2で。まあ、レベル3言うたらな、もう飛躍とかの代わりとかもできるんでね、そこはどうなんかなって思うんですけど、まあ、レベル2で十分かなと。まあほんまデビューしてみたい人は、これで十分なんじゃないかな。どうなんやろな。で、シリーズスキル。はい、これ。もうティガのね、この最高、てか必須と言ってもいいレベルのシリーズスキル。
満足感極意。満足感って最初ね、デフォルトやとレベル1の状態なんですけど、このシリーズスキルを発動させることによって限界突破してレベル3まで上げることができると。これがまあえぐいんすよ。で他はまあこんな感じですね。でスキル情報、はい、これはベリオロスどうでもいいですね。ここは装備スキルになってるね。ここですね。はい、満足感スキルのレベル上限が解放される。これマジ超重要でした。で広域化レベル5、これもレベル5必須。うん、こうまあキノコ装備、広域キノコ装備やるにあたってもレベル5以下はありえんちゅう感じやな。でこれはもう俺に個人的にも必須で、これは別にいらんかなって、回避性能の方が良かったかなっていう感じだけど、このベリオロスのあれでついたんやな。で満足感、はい、これ食べて飲んだりするアイテムが一定のもう一度使える、これ超重要で、効果度75、これみんなねぜひとも自分でやって確かめてみてほしい。もう体感的には何やろな、回復薬グレードとか青キノコとか、全然減らんから、ほんまに。いちいちだからキャンプに補充しに行かんでええんよ。もうこれは絶対発動してもらいたいですね。だからもうケチらんと、どん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 も青キノコとか皆さんね、使っていいです。これはほんまに、これが一番必須やな。これがいっちゃん必須と言っていいですね。これと広域化やな。で、早食い。これも超重要かな。あ、早食いいるな。早食いは絶対いる。レベル3。腹減り耐性。これなんでついたんやろ。で、キノコ大好き。まあ、ここはレベル1でも十分なんですけど、個人的にはね、レベル2まで上げて、いろいろ食べたいと。まあ、レベル3まで上げたら、もっとえぐいことになるんやけど、ここはレベル2でちょっと置いときました。で、他はブラララララって感じのスキルなんですけども、まあ、耳栓レベル1がちょっとありがたい。まあ、ありがたいんかな。いやー、これはもう皆さんね、ぜひとも作ってみてください。中盤でおすすめかなって感じだな。終盤やとちょっとわからん。中盤やとこれは非常におすすめできると思います、個人的に。まあ、他の人もね、いろいろスラッシュ取ると思うけど、僕がもう今回のターニングポイントっていうか、今回もポイントとしたのはやっぱりあれやな、作成難度の低さ。これはほんまに、なんやな、もう低確率でしか入手できひん素材ないと思うんですよ。だからこそみんなに作ってほしいっていうのがこんな感じの装備でした。はい。OK。全部言いたいこと言うたかな。はい。んじゃあね、また次回のモンスターハンターワールドアイスボーンの動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。